皆さん、こんにちは。歌手の谷村新司さんが病のため東京都内の病院で急逝していたことが10月16日報道されました。享年74でした。2023年の3月に急性腸炎のために手術を受けて入院しながらの治療を報告していました。堀内孝雄さん、矢沢透さんとの3人組アリスの全国ツアーを延期して、6月30日には年末恒例のクリスマスディナーショーなども休止すると追加発表していました。年内いっぱいの休業を決断して治療に専念していたのですが、ついに帰らぬ人となってしまいました。また一人日本を代表する大御所アーティストが天国へ旅立ったことになります。今年は1月に元 YMO の高橋幸宏さん、ロックバンドのシーナ&ロケッツの鮎川誠さん、3月には坂本龍一さんと1970年代から活躍していた人気ミュージシャンが立て続けに亡くなっていましたが、谷村新司さんまでもが行ってしまいました。3月から闘病生活をしていることは公表されていて、毎年生放送のフィナーレで加山雄三さんと共にサライを歌っていた日本テレビ系24時間テレビ愛は地球を救うも欠席していました。往年のファンたちを心配させていましたが、再びマイクを握ることは叶いませんでした。谷村新司さんを知る音楽関係者によれば、来年アリスとしてもう一度舞台に立つことを目標に闘病生活を送っていたが、病状は日に日に悪化。谷村さんの知人や友人たちも連絡が取りにくくなり心配していたところだったとのことでした。思い返せば息の長い歌手人生でした。太平洋戦争直後の1948年に大阪で生まれて、高校時代からフォークグループロックキャンディーズを結成して活動を始めていました。19歳だった1968年にデビューしました。1971年には盟友の堀内孝雄さんとアリスを結成します。当初は売れずに苦労しましたが、谷村新司さんがラジオ番組 MBS ヤングタウンや聖ヤングの DJ として人気者になり、1975年の今はもう誰もがヒットしたことを皮切りに快進撃を見せ始めます。その後は冬の稲妻、涙の誓い、ジョニーの子守歌、そしてオリコンチャートや音楽番組ザ・ベスト10で1位を取ったチャンピオンなどで国民的な知名度を獲得したのです。ソロとしても幅広く活躍しました。1978年に作詞作曲したいい日旅立ちは、当時の超人気アイドル山口百恵さんに楽曲提供し大ヒットに導いたことがあります。自身も1980年のスバルが60万枚のセールスを記録して NHK 紅白歌合戦に初出場しました。同曲は中国でも空前の大ヒットを飛ばして、中華圏を中心にした東アジアでもその名を轟かせていました。後の2004年からは創立96年の歴史を誇る中国上海音楽学院で教授も任されていました。また1984年の女優小川智子さんとのデュエット曲忘れていいの愛の幕切れでも、歌唱中に谷村新司が小川智子さんの胸元に手を入れるセクシーな演出でお茶の間を大いに賑わせたこともありました。1990年代は加山雄三さんとのサライ、2000年からはアリスを再始動と、デビューから55年間ずっと歌手活動を続けていました。今年が初めての闘病、そして長期休養でした。前室の音楽関係者はこれまで大病を患ったこともなくずっと元気でした。6年前には22歳の渡米中に失効して以来再交付していなかった自動車の運転免許を68歳で取得。勉強も楽しかった、ゆくゆくは大型免許や牽引免許も取ってみたいと意気揚々だったので、本人ももっと長生きしたかったはずと惜しんでいます。毎年夏の終わりの8月末の日曜夜は日本中が口ずさんでいた24時間テレビの名曲サライ。すでに加山雄三さんも昨年限りで歌手活動を引退しており、谷村新司さんの死去でこの名デュエットは本当に永遠に復活しないこととなりました。日本の歌謡界における一つの時代の終わりを告げる訃報だったと言っても過言ではないでしょう。葬儀は同月15日に近親者のみで営まれたそうです。今年3月に急性腸炎で手術を行い療養を続けていました。
アリスの公式サイトで訃報を報告。メンバーの堀内孝雄さん、矢沢透さんが追悼のコメントを寄せています。堀内孝雄さんのコメントは次の通りです。陳平さん、突然の別れに驚きを隠せません。来年のツアーに向けて回復に向かっていると伺っていただけにとても残念です。僕にとっての陳平さんは50年来の親友であり、アリスのリーダーであり、そして良きライバルでした。学生時代にプロにならないかと、一緒にアリスをやろうと誘ってくれた時、心の底から嬉しかった。陳平さんがあの時誘ってくれなかったら今の僕はありません。ずっと一緒に音楽活動ができたことが幸せでした。またいつか空のほとりで一緒にライブをやろうね。もうちょっと待っていてね、金ちゃんと。もう少しだけ頑張るね。心からありがとう。安らかにご冥福をお祈り申し上げます。堀内孝雄、矢沢透さんのコメントは次の通りです。東京に住む僕と大阪に住む谷村と、何の因果か運命の出会いか、堀内を紹介され3人アリスとして歩み始めました。時にはいがみ合い、時には抱き合い、幾多の苦難も喜びも共有し、無我夢中で駆け抜けた。そして気がつけば51年という長きにわたって谷村と関わるとは、あの日からは想像もしませんでした。若さの悪も抜け、これからは本当に音楽を楽しんでやっていこうねと新しいアリスの始まりに胸躍らせていた矢先のことでした。谷村なら大丈夫、谷村ならきっと戻ってくる、根拠のない確信めいたものを感じておりました。でも谷村は戻ってきませんでした。もういないんです。悲しいというより悔しいんです。谷村はもう僕たちのみんなの心の中にしか住む場所がないのです。思い出せば必ず胸にやってきます。どうか谷村を忘れないでください。今まで谷村をアリスを応援してくださってありがとうございました。矢沢透、谷村新司さんの訃報に芸能界から追悼の声が続々と寄せられています。デーモン閣下のコメントは公式ブログより引用抜粋しています。師匠が歌に込めてきた思いをできる限り後世に伝えられるように、歌い手を続けていく所存である。もう一つ、もう会えないのかと思うと素直に悲しい。ところで我が輩には何人かの、いくつかの分野での師匠がいるが、10月8日は輪島博志師匠の命日でもある。他に言うこともない。さだまさしさんのコメントはインスタグラムより引用しています。信じない、いやいや俺は信じない。何度か電話しても出ないから、どっか旅にでも出たに決まってる。出会ったのは51年前、デビューしたてのアリスが長崎にキャンペーンでやってきた。以来兄貴のごとく仲良くしてもらった。甲子園や後楽園で野球の試合もした。軽井沢ではテニスの試合もした。静岡では一緒に飲み歩いた。長崎でも武道館でもあっちこっちでも一緒に歌った。最近ゆっくり会ってないけど、ホテルニューオータニ大阪のディナーショーはいつも一日違いだったから毎年必ず会えた。思い出したらキリがない。春に入院した時慌てて電話したら、大丈夫、大したことないのよって言ってたじゃん。8月の終わりと9月の半ばに電話したけど、いつもなら必ず折り返してくれるのに返事がなかったけどね。一言も何も言わずにいなくなりましたって。いやいや俺は信じない。うん、信じない。まさし、ケン直子さんのコメントは SNS より引用しています。嘘、谷村新司さんが亡くなった。つんくさんのコメントは公式ブログより引用しています。谷村新司さんへ、先ほどネットニュースで谷村新司さんの訃報を知りました。非常に残念で寂しくて仕方がありません。思えば小学生の頃からの大ファンでした。初めて買ったアルバムはアリスです。ラジオのパーソナリティとして、球場を満帆にするバンドマンとして、歌手に楽曲を提供する作家として、そしてソロシンガーとして尊敬するところばかりです。僕が大阪より上京しプロデビューした後も、時には番組に一緒に出る時、時にはプライベートでの食事会でも、大阪弁のかっこいい声で常に楽しいお話をたくさん聞かせてくれる同郷の先輩でもありました。思い出は募るばかりでキリがありません。心よりお悔やみを申し上げます。小柳ルミ子さんのコメントはブログより引用しています。今訃報が飛び込んできました。
谷村新司さんが死去されました。残念です。体調が悪いことは存じ上げておりましたが、きっと復活してくださると信じておりました。早すぎます。新平さん、数々の素晴らしい名曲を世に出されました。新平さんの可愛い子供たちは永遠に歌い継がれます。新平さん、もうあの優しい笑顔が見れないなんて寂しいです。新平さん、どうか虹の向こうでも素晴らしい楽曲を作り歌ってくださいね。心からお悔やみ申し上げます。合唱。ダンカンさんのコメントは公式ブログより引用しています。谷村新司さんがお亡くなりになった。中学生の頃から文化放送の深夜のセイヤング聞いていた。天才、秀才、バカシリーズにハガキを出してラジオで読まれたあの興奮と感動バンバンの超心理学コーナー、役に立たないことの大切さを教えてくれた。アリスのコンサートに中野サンプラザに行ったのは中学生だったかな。青春時代、帰らざる日々、さらにバンバンの長すぎた春も全く売れなかったけど大好きだった。セイヤングの毎週の最後の言葉 See you again next week はもう聞けないけど、ネクストいつかあちらでお会いさせてください。合唱。今陽子さんのコメントは公式ブログより引用しています。とても残念です。谷村新司さんが74歳でお亡くなりになってしまわれショックです。心のある素晴らしい歌をもっともっと歌ってほしかったです。心よりご冥福をお祈りします。 DJ コウさんのコメントは SNS より引用しています。いつお会いしても優しい言葉をかけてくれる谷村新司さん。谷村さんの優しさと歌声は永遠に心に残り続けます。寂しい気持ちでいっぱいですが、心よりご冥福をお祈りいたします。 DJ コウ。名優加山雄三さんのコメントは次の通りです。谷村くんが亡くなったこと先ほど知りました。ショックと悲しみで正直混乱しています。新平とはサライをはじめたくさんの思い出があります。ヤンチャーズ楽しかったよな。たくさんの場所で一緒に歌ったよな。陶芸に誘ってくれた兄弟子でもあるし、いつも陳平には加山さん勝負じゃないんだからって言われてたっけ。本当の兄弟のように慕ってくれて一緒にいるときは本当にいつも楽しかったよ。その2位思いの弟が先に行ってしまった。今気持ちをまとめてくれと言われても彼に伝えたいことはたくさんあって言い切れないよ。一言だけ彼に伝えるなら、やっぱりありがとう、この感謝の言葉しか見当たりません。永遠のサライを谷村くんと共に、加山雄三。また谷村新司さんと生前親交があった作詞家湯川玲子さんが、早すぎです、本当に早すぎですと涙を浮かべ谷村新司さんを偲びました。この日湯川玲子さんは女優の広瀬アリスさん、ご当地キャラのオーナーシーと共に WFP チャリティーエッセイコンテスト2023表彰式に出席していました。イベント終了後に急遽報道陣の質問に答える形で谷村新司さんを追悼しました。湯川玲子さんはあまりにも入院期間が長いものですから大変心配しておりました。まだ74歳でいらっしゃる。皆さんもよくご存知のスバルも群青も壮大なメロディと壮大な詩をお書きになれる方で、90歳まででもすごい作品をお書きになれると思っていたと個人を偲びました。そして人間的にもものすごくあったかい、明るい楽しい方で、新平さんとしてもずっと長い間存じ上げていて大好きでしたと語り、本当に今訃報を聞いたばかりで気持ちの整理がついていません、本当に残念ですと声を震わせました。湯川玲子さんは改めて、早すぎます、本当に早すぎます、毎年ステージを聞かせてもらいに行っていて、よくこれだけ見事な声が出続けるものだと、谷村さんが70歳を過ぎてからも歌を聴いておりましたから、それが永遠に続くと勝手に思っていたので本当に残念ですと肩を落としました。デーブ・スペクターさんのコメントは SNS より引用しています。谷村新司さんはいつも親切に接してくれました。よくモノマネされるのでお会いするど、顔にセロテープ貼ってないから本人じゃないですねのギャグに何度も笑ってくれました。どなたもきっとたくさんのエピソードをお持ちだと思いますが、長年のファンが一番悲しいでしょう。ご冥福をお祈りします。原千秋さんのコメントは SNS より引用しています。谷村新司さん TBS のマガ不思議
という番組でご一緒させていただきました。歌手である谷村さんが楽しそうにいつも収録を盛り上げてくださり、穏やかで博識で温かくて、谷村さんの存在に何度も救われてました。多くの学びをいただきました。心よりご冥福をお祈りいたします。清水明さんのコメントは公式ブログより引用しています。清水明さんコメント、言葉もない早朝野球、爽やかな風、真っ青な空に雲、素晴らしい天気。そんな中飛び込んだ谷村新司さんの訃報、力が抜けてしまった。ご冥福をお祈りいたします。各界の著名人がコメントを寄せる中、死因についていろいろな噂が飛び交っています。そもそもその死因は何の病気だったのでしょうか。報道では急性腸炎と発表されています。谷村新司さんは2023年3月に急性腸炎の手術を受け入院しました。そして当面の間入院しての療養が必要ということが所属事務所から発表されていました。急性腸炎はそんなに長引くものではないようです。潜伏期間は約2日です。下痢や嘔吐は3日から8日程度で回復し、発熱は通常半日から1日で収まります。このように適正な治療をすれば割と早く治る病気のようです。ですが高齢者の場合、合併症などの危険性があるといいます。脱水、痙攣、肝機能異常、脳症などです。免疫力が低い高齢者の場合には重症化し命に関わることもあるそうです。高齢者の場合、吐物を誤嚥することで誤嚥性肺炎を起こすこともあり、注意が必要です。というように高齢者の場合、免疫力が低い場合は重症化のリスクもあるということです。そして命の危険もあるということですので、慎重に療養されていたのではないでしょうか。また誤嚥性肺炎を起こすリスクも高いようなので、もしかするとそういった症状があったのかもしれません。こうなると直接の原因は急性腸炎ではなかった可能性もあります。先ほどは急性腸炎についてお伝えしましたが、もしかするとがんの可能性もあるかもしれません。というのも谷村新司さんは激痩せされていると話題になったことがありました。そのため世間では心配の声が以前からされていました。急性腸炎で手術をされたと発表されていましたが、基本的に治療は点滴や水分補給になるといいますが、手術されたということは別の病気もあった可能性があります。そう考えると激痩せと聞いて思いつくのはがんです。がん細胞が過剰に炎症性サイトカインを放出すると体全体に炎症が広がり、代謝機能が衰えて栄養の利用効率が悪化します。さらに体内のタンパク質を分解する酵素の働きを促進させるため、全身の筋肉が落ちてしまい痩せが起こると考えられています。高齢やダイエットをされているという噂もありますが、腸炎での長期入院というのがとても気になるところです。ただ谷村新司さんが癌や糖尿病といった病気だとは聞いたことがありません。それなので谷村新司さんの死因については公表されていませんので、あくまで推測となります。いかがだったでしょうか。今回は谷村新司さんの訃報と各界の反応を見てきました。もしかすると公表されている病気ではなく他の死因も考えられますが、荼毘に移されて葬儀も終わっていることから今となってはもうわからないでしょう。長期のご活躍に敬意を表するとともに、ご冥福をお祈りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。